はい、中小企業の経営者の皆様方が、お困りのことですよね。一般的に3つあるっていうようなことが、3大のお困りごとっていうようなことがね、よく言われるかと思います。で、1つ目は売上を上げていくということですよね。で、2つ目が資金繰りの問題から、3つ目は人の問題ですよね。人材活用とか組織の問題も含めてですね。その3つが経営者の方の、3大の、お困りごとというか、課題とかいうかですね、そういったことを言われることがあると思います。で、私どもとしましては、その中の2つ目ですね、資金繰りの問題、これに対しまして、具体的にお役に立てると思っております。で、中小企業の皆様方の営業利益増大ですね、財務体質強化のお手伝いをすることによって、他の2つの課題ですね、売上を上げていくとか、人の問題を解決していくということが実現できるような原資ですね、それを確保いただくと、こういった形でお手伝いをしております。で、具体的にはですね、私どもでは、営業利益増大、財務体質強化ということのお手伝いなんですけれども、役員報酬最適化という情報をお伝えすることによって、営業利益増大、財務体質強化、それから資金繰りの問題を解決すると、そういったことのお手伝いをさせていただいております。役員さんの役員報酬、年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、役員さんの分の社会保険料がですね、毎年お一人当たり、会社負担分も個人負担分もですね、両方最大86万円安くなる可能性があります。それから、役員さんがもしですね、60歳以上で、老齢厚生年金を年齢的にはね、もう受けていただけるという年齢になっておられて、ただ、役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止になってしまって困っておられる方が多いと思うんですけれども、これもやはり役員さんの役員報酬、年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、実は役員さんのこの老齢厚生年金を受け取っていただくことができるようになるんですね。そういった形で、もしシニアの役員様がいらっしゃれば、お一人当たり200万円から400万円、最大400万円程度ですね、会社の経費を削減することができます。そのことによりまして、営業利益が確実に出ていきます。これは単年度の利益だけではなくてですね、継続的に毎年、上がっていく、営業利益が上がっていくという形になりますので、もう端的に、資金繰りに良い影響を与えることができると思っております。ご興味がございましたら、ぜひお問い合わせください。